こんにちは和と岡田です、えー、本日3月12日ということで、えー、ソニーさんからですねシネマラインで FX3 というカメラが発売されましたはいで、えー、と同じくですね3月12日、えー、ソニーさんから、えー、FE35mmF1.4、えー G m のレンズが新ししく出ました、えー、g マスターレンズですね今回初めてのちょっと購入なんですけどもすごく楽しみにしました実際そのいつ出るのかずっと発売日未定という形で近日発売かなずっと表示されててまあどうせなら一緒に買いたいなと思ったんですけども なんと同じ12日発売ということでめちゃくちゃ助かりましたということでちょっとどっちもですねちょっとポチってしまったのでまあ、この2つちょっと開封させていただきたいなと思いますでですねまずカメラの方から行きましょうはいもろもろちょっとケーブルとか出てきましたやっぱりね今回 FX3 と Alpha7S3、えー ちょっと迷ってたんですけどやっぱり僕ね動画が多いのであんまりあのカメラのファインダーいらないかなと思ってたんですよなのでちょっと FX3 の方がいいなということで今回はそうさせていただきましたすごいなんかもういっぱいいろいろ入ってますねちょっと にかしてもらいますはいえー、まずこれが本体かなはいカメラ本体このぐらいです厚みがね結構あってえっ、ー、とこれ、ね、やっぱこの状態ができるのがいいですねあとはやっぱこのレックですね6番までしっかりとついてます エビック3をがいいなと思ったもう一つの理由がやはりこの音声マイクスタンドですねこれはグリップとして持てるので非常にこうつけてですね持ちやすくなるということでサビライザーつけれない時とかにこれがあるとかなり助かるんじゃないのかなと思います僕結構遊びにに行ったついでに あのカメラ持っててそれであの撮影に挑むみたいなこともあるので、まあ、撮影の日とかであればスタビライザーも持っていくと思うんですけどそうじゃない時とかに非常に助かるかなと思いましたあともう全部開けちゃおうせっかくだしバッテリーがはい充電器ですねこちらの充電器とバッテリーがここかなこうやって入れるのか んないなな、うん、なんか間違ったのかな、うん、こうですね。こうやって刺すバッテリーですね。バッテリーチャージャーの方もこ,ういうこんな感じでついてます。はい。これね、なんか新しい。 ソニーのカメラ自体僕初めてなのですごく使い方とかもちょっと勉強しながらになると思うんですけどワクワクしますはいでちょっと思い切って GM のレンズですね買ったのでこれも開けていきたいなと思います正直ね GM じゃなくてもいいのかなと思ってたんですけどせっかくこんないいカメラ買うんで GM 使ってみたいなっていうので買ったんですけど見てください こんな専用のケースまでついてました。ちょこれ、もうこのままカバンに入れれちゃうっていう。こういう感じですね。こうなってて、このジップを引っ張って開けてもらうと。おちゃんとこのバック用のストラップもついてますね。はい。ということで。 ね、35mm でやっと GM レンズが出たなっていうことではいこの状態ですねいやー結構な出費になっちゃったんですけどもせっかくなのでちょっと GM も使ってみたいなということでこれやっぱりで。 音をオンオフ聞こえますかねこれがオンとオフで全然音が消せるということとえすごいやっぱこの赤い映ってるかなこの G のマークこれはやっぱり一度は試してみたいレンズですねはい ということで、えっ、ー、と今回ですね、まあ、レンズを買ったり、カメラを買ったりしたので、いろいろもろもろですねプロテク、レンズのプロテクターを買ったり、ちょっと 4K でしばらく撮影するのかなと思ったので、少し処理が早い SD カードの方も今回一緒に購入いたしました。はい。 えー、あまりまあ開封動画長くしたくないのでこの辺りで終わらせていただきます今後ちょっとこのカメラを使った動画とかも公開したいなと思ってますのでまた是非ご覧になってくださいどうもありがとうございます和人でした